この動画では 2D 用に用意されているペーパーキャラクターというキャラクター機能のセットアップをしていきます。フリップブック、これから作成するキャラクターの要素としてフリップブックというスプライトを連番でアニメーションさせる機能の形式データを用意する必要があります。キャラクターのスプライトを右クリック、フリップブックを作成を押します。一旦説明用なので名前はそのままにしています。今回は1枚のスプライトをフリップブック化しましたが、複数のスプライトを同時に選択することで連番アニメーションとして扱うことが可能な機能になります。最低限必要なフリップブックが1つできたので、このキャラクターを動かしていきたいと思います。キャラクター 2D アクションフォルダの中に、右クリックから新規フォルダ、ブループリンツと名前をつけます。ブループリンツフォルダの中で右クリックからブループリントクラスを選択、下の方にあるすべてのクラスをクリック、検索欄でペーパーと検索して、一番下のペーパーキャラクターをクリック、選択ボタンを押して DP アンダーバープレイヤー 2D とします。 DP アンダーバープレイヤー 2D をダブルクリックで開き、左のメニューのスプライトを選択、右の詳細欄のソースフリップブックに用意したキャラクターをセットします。カメラ1枚がセットできたら、次にキャラクターの中にカメラを用意します。一番上のカッコセルフを選択した状態で、左のメニューの追加からアームと検索してスプリングアームを追加します。スプリングアームを選択した状態で、追加からカメラと検索してカメラを追加します。スプリングアームの方を選択した状態で、右の詳細欄トランスフォームの回転の Z 軸にマイナス90と打ちます。回転となっている項目をワールドに変更して絶対回転にします。この絶対回転は親階層の回転の影響を受けないという設定になります。カメラコリジョンのルーコリジョンテストのチェックを外します。このチェックがあると、スプリングアームに障害物が当たった際に障害物より手前に来ようとする設定になるので、 2D ゲームでは外した方がいいです。次にカメラを選択、カメラセッティングのプロジェクションモードをパースペクティブから平行投影にします。パースペクティブの利点もありますが、レトロ風にする場合は平行投影の方が適している場合が多いです。見え方の違いとしては、パースペクティブは立体的に、平行投影は図面的な表示になります。オーソウィズの値は1000にしておきます。しばらくキャラクターが大きく見えるようにしておこうと思います。その他の細かい設定は後にしてコンパイル保存します。最低限の構成ですが、1枚のキャラクターのデータができました。次にこのキャラクターが主人公であることをゲームモードというブループリントを作成して指定したいと思います。私が勇者だ。